よいしょ。ちょっと全部読め読めてないかも背景いいねよかったおはようございました誰もありがとうまさちさんこんにちはやますけさんこんにちはあさまくさんこんにちはゼロゼさんこんにちはフルコットンさんこんにちはフジファンさん今日は初見ですなるほど今日は初見しのぶかおりさんこんにちは はじめましての方こんにちはしんさんハートありがとうナンバーワンさんこんにちはハートありがとう皆さんも石田さんちの数さん NMB とかありがとうなんかタコを書くか書かないか問題みたいなのあったんですけどなんか発言やから書くのはみんなしてるからいいかなと思って書く ことにしましたしのぶかおりさんおでんちゃんって言うんですねおてんおてんちゃんです <laughs> ソーリーさんソーリーさんちゃんだよこんにちはこんにちはむくらジさんこんにちはまもるんさんこんにちはじゃがさんこんにちはゆうやさんピカピカありがとうやますけさんハートありがとうピカピカありがとうなんかタコの今順位が結構上で タコ,タ,コタコを多めにもらった人数人数なんですけど人数でも結構あの最終審査権限もあるのでやっぱりタコも集めていきたいなと思って忍かおりさんおでんちゃんの由来はえっとおでんちゃんなんですけど NMB48 えっと救急生を受けててあの その時にエントリーナンバー10番やってその時に「おてんちゃんってどう?」ってあだ名をつけてもらってそっから AKB4818 期生さんのショールーム審査でも「おてんちゃん」って言っててそれでそれで「れでおてんちゃん」で覚えてくれちたってるファンの方がいっぱいいるので「おてんちゃん」にしましたえっ、ー、となかなかお空ちゃんでゃ初めまして初めましてかな おたまちゃん、こんにちは。そうそう、おてんちゃん。<laughs> はじめましての方、はじめまして。しんごさん、こんにちは。はじめまして。ちこくごくらくまるさん、こんにちは。背景変えてみた。しのぶかおりさん、なるほど。そう、そうやねん。コメントめっちゃ嬉しいです。おわりなきたびさん、こんにちは。 嬉しいです。フラワちゃんこんにちは。ナミさんピカピカありがとう。今日はできるだけ長い時間続けて配信しようと思ってるんで、あの皆さんも疲れない程度にあのちょくちょく休んでくださいね聞くとき。ライカさんこんにちは。 アップルパイさん、ちら、ちら、あ、はい、こんにちは。はじめましての方に、えっと、自己紹介します。おてんちゃんって言います。えっと、NMB9 期生も、AKB18 期生の時もおてんちゃんで受けてました。KK さん遊びに来たよ。わー、嬉しい。おみんさん、歌聴けるの楽しみ。めっちゃ、今日ね、新しくマイクも、あの、やっぱり、 マイクがあった方がいいかなと思って聞こえやすいかなと思ってマイクも新しく用意したのでうまくいけるかわからないんですけど楽しみにしててくださいはじめましての方おてんちゃんっていいますカラオケもするしますはじめましての方おてんちゃんっていいます皆さんの星スタースターありがとう マミたタンさん、こんにちは。はじめまして、はじめまして。おてんちゃんって言います。よかったら、あの、旗マークから、ライブアテーマ読むのと、ハッシュタグおてんちゃんで、私の顔を見れるので、よかったら見てみてください。ネオンさん、ネオンさん、こんにちは。秀太郎さん、こんにちは。皆さん、5時からもう、いっぱい来てくれて嬉しい。ありがとう。たかさん、フォローありがとう。マミたタンさん、フォローありがとう。 歌うことが大好きで、踊ることも大好きで、NMB48 さんも大好きで、オーディションはあの何回もあのいろんなオーディションを受けてるけど、NMB さんは二回目で、もう再チャレンジって感じで。去年もショールーム審査してました。ひるしょうるさん、こんにちは。ひるしょうるさん、ハートありがとう。 あと SMS 認証だけ皆さんしてないとなんか反映されないみたいなので気をつけてください焼きまんじゅうさんこんにちはうん、うん、<laughs> 背景変えてみたよ にっしーさんこんにちはこんにちは背景変えてみたよ人人がおる感じにしてみたこっちの方がいいかな何がいいかないろんな種類があってでもこれがいいかなみたいな感じでアップルパイさの背景が女の子にそうツインテールの子がいなくてポニーテールの子もいました グラスさん初見ですえ本当ですかおてんちゃん知らないですかかわいいシナモンヒデショウルさんハートありがとうカエルぴょこぴょこむぴょこぴょこさんこんにちはこんにちはえっとさしかつさんこんにちは初めましての方おてんちゃんって言いますよかったらもう絶対ね m b 4 8に入りたいので応援よろしくお願いします えっと、私の方ことを知らない方は「ライバーテーマ」旗マークから「ライバーテーマ」を読んでほしいのと「ハッシュタグおてんちゃん」で私の顔が見れるようになってるのでよかったら見てみてください。ひこさんこんにちはこんにちはさとかちゃんこんにちはビッグウェーブさんこんにちはさとかちゃん遅くなりましたいや全然今日は結構長い時間すると思うからあの。 お願いしますあのゆっくりしてゆっくりというかあの無理せずにゆ「ゆうやさんこれでもありだと思うほんまこれでいいかなじゃあおたまちゃん誰もありがとうコトさん背景変わってるそう背景何がいいかなと思ってあの絶対おすすめの中から選ばないとあかんくておすすめにこれがあってなんかポニーテールの女の子とか他にもあるけどまたあのあ なんか、ちょっと変えてみたら、あこ、こ、こっちもあるし、えっと、こっちもあるし、どれがいいかな。プチライムさん、こんにちは、こんにちは。こんなひどいさんが好きなんですね。あの、 っていうか、ミルテンって何っていう歌を歌いたいんですけど、歌あの大好きで歌いたいんですけど、このオーディションでは歌えないんです。マ、ま、ー、あ、さん、こんにちは、こんにちは。何がいいと思い,何何がい,い,と思いますかおたんまちゃん、初めてのやつ。チャオさん、待って、初見です。ハッシュタグ見に行ったらめちゃくちゃ可愛くて、びっくりしてます。え、可愛いめっちゃ嬉しい。今回は、ラジオ配信なんです。ラジオ配信になってしまってるんですけど、 あのまあ、最終日できたら顔出ししたいしあの、えっと、もしずっとラジオ配信でも絶対お披露目で皆さんに会いたいのでお願いします応援お願いします嬉しいですはじめましての方で応援,してくださ応援しようと思ってくださってる方が増えたらほんまに嬉しいです和彦さん「おど踊れ見えん踊り踊心は踊ってるよ」 なんか他のがどうもあって。なんか、ワンちゃんの、宇宙人とかワンちゃんとか面白いのもあるけど、やっぱこれ、これがいいかなこれがいいかなはるさん、こんにちは。ポンギンさん、初見です。はじめまして。あの、はじめましての方、の、私の旗マークから、ライバーテーマー を見てほしいのとそこからハッシュタグおてんちゃんで私の顔見れるのでぜひ見てみてくださいチャオさんお友達の推しのジュノンさんの応援のためにキラキラ集めに来たらめっちゃ可愛くてびっくりしてますめっちゃ嬉しいです私 NMB4810 期候補生でしてもうアイドルになるのが夢であのよかったら応援してくださったらめっちゃ嬉しいです29日まで毎日配信しますマー、まあ、さんこんにちは チャオさんフォローありがとう。なやきけんさんこんにちは。マッカンさんこんにちは。なんか皆さんのほんまに応援のおかげであの今高い順位もらえててそれでこうやってしてくださる方もいるので上にあでき現れるからだから頑張って私もキープできるようにそのあと私も新しい人にも見つけてもらえるように頑張ります。ひなここさんこんにちは もかさんこんにちは。ちゃおさん、けやきの頃から長濱ねるちゃんのガチを出してます。え、また気持ち、あそうなんですね、け、長濱ねるさんの、私も長濱ねるさんのあのお顔、めっちゃ好きで、めっちゃ可愛いなと思って、あの、サッカーミッチの歌は今回歌えないんですけど、AKB48 さんの時のオーディションの時はめっちゃ歌ってましたね、皆さん、覚えてますか。ちゃこさん、こんにちは、こんにちは。チャコさん初めましてあのよかったら ハターーマ,マークからライバーテーマ読んでほしいのとあと「おてんちゃん」で私の顔が出るのでよかったらみ見てみてくださいちょっと何回も今日は説明するからちょっと何回も説明しちゃったらごめんなさい「しんちゃんさんフォローありがとう」「ひよこさんこんにちはこんにちは」ちはぱりあと1週間あるからいろんな人に知ってもらいたいなと思ってます。 おてんちゃんって言います初めましての方おてんちゃんって言いますヨセさんこんにちはこんにちはあつしさんかなアツシさんこんにちはあ、ま、読み方間違ってたら教えてくださいねさおさんたぬき顔めっちゃ可愛いいですよね NMB は山田奈々ちゃんが好きでしたジョータでよければまた来ますめっちゃ嬉しいですほんまに えっと、めちゃくちゃ嬉しいので、その女性の方からも応援してもらえるアイドルっていうのはめっちゃ嬉しいので、あの、みんに、ま、待ってます。いつでも待ってます。5時から10時まで配信してます。吉田さん、ちのかずさん、ハートありがとう今日も。今日も来てくれてありがとう、みんな。なんか、盛り上がり指数っていうのがいるから、やっぱ上に表示されたいから、今日は長い時間やろうと思ってるから、 ゆっくり皆さんしてくださいエレさんハートありがとうモジさんこんにちはこんにちはセファさんこんにちはタマちゃんハートありがとうタマちゃんハートありがとうタマちゃんハートありがとうエレさんこんにちは今日も来てくれてありがとう今日はめっちゃ長い時間 できたら、できたら、休憩するかもなんですけど、やろうと思うんで、ゆっくり話しましょう。はじめましての方、よかったら、旗マークからライバーテーマ読むのと、ハッシュタグおてんちゃんで、私の顔が見れるようになってるので、見てみてください。マスオさん、こんにちは。ユうタさん、こんにちは。頑張ってくださいな。あり,ありがとうございます。あの、よかったら、 応援お願いしますのーみさんだるまありがとうだるまありがとう今日ね新しくねマイクをね用意してみたんで一回どう,どうかまた後で歌ってみたいと思いますなんかよかったらおてんちゃんマークとかつけてくださったら嬉しいなと思いますあのファンの方は <laughs> 結構いろんな方がつけてくれとってめっちゃ嬉しい たかひろさんのリクエストの曲今日歌う予定勝彦さん顔出せないのは指名手配中なのにいや全然そんなことなくてあの1か月前ぐらいにラジオ配信を設定しちゃっててでそれでそのままっていう感じですでもお披露目ではいるしあの最後の方おみさんに最後の日だけでもっていい。 うのは言ってみようと思ってますメガネさんこんにちはこんにちはたかひろさんほんま嬉しいよいやちょっとうまく歌えるかわからへんけどあのきほんまは明日がいいって言って昨日昨日歌えなかったからちょっと今日になっちゃったけど福山さん NFB たくありがとううん <laughs> 今日は長い時間配信しようと思います。トマークさん、こんにちは、こんにちは。プリン、プリンスさん、はじめまして、嘘、はじめましてじゃない 2, ?2 回くらい来てくださってませんかギリギリさん、こんにちは、こんにちは。はじめましての方、よかったら、あの、旗マークからライバーテーマを見てみてください。で、今日は、あの、お昼ごはんは、 皆さん何食べましたビギナーのヨウちゃんさん初見です。嬉しいです。めっちゃ嬉しい。あの、よかったらハタマークからライブーテーマ読んで、読んで、ハッシュタグおてんちゃんで、私の顔見れるので、来て、見てもらえたら嬉しいです。たまちゃん歌のキせあるの歌のキせあるよ。AKB48 グループしかあかんねん。スろロ さんこんにちは、こんにちは。花ずさん、ハートありがとう。ケンゴロウさん、こんにちは。むロキックさん、こんにちは。はじめまして、来てくれてありがとう。タカヒロさん、喉だけ気をつけてよ。今まで見てきてるから、後半が心配ですよ。確かに今。今までも後半でちょっと持たへん時があったから。でも、歌うのがほんまに大好きで。なんか、皆さんが。 嫌と思わんかったら、歌いたいなって思います。はなさん、こんにちは。おたまちゃん、そっか、そう。だから、あの、いこのいじょちゃんの曲とか。坂道の曲とかは。今回は歌えなくて、ていうか、ミルテンって、何が歌え、歌えない。初訪問の方、よかったら。ライバーテーマ、読んでください。あ、そう。今日の。昼ごはんは。他弁。を、た。の、海苔スペシャルを食べました。めっちゃ食べちゃって。 その後に、なんか今日めっちゃ食べちゃってアイスクリーム食べてうなぎっぱい食べてカヌレも食べちゃいました高山えっ、ー、とひでひできさんでやってますか頑張ってくださいありがとうビギナンのようちゃんのちゃんのど飴めい人が確かにのど飴、のど飴今一番欲しいもののど飴かもコットンさんそば食べたよえそばおいしそう ど飴めっちゃいい提案ありがとうございますゆうやさん吉田さんちなさんめっちゃ食べていやんそうなんかめっちゃ食べちゃってちょっと罪悪感あるめっちゃ痩せたんでその AKB の時よりは結構その久しぶりに会った友達に「痩せたな」って言われるぐらいとか妹とかにも「お姉ちゃん痩せたな」って言われるくらいで「ちゃおさんハートありがとう」 めましての方、よかったらフォローお願いしまかひろさん、のりスペシャル、そう、のりスペシャル。あ、合ってる、よかった。そのりスペシャル、見ておいしくて、いろんなグーも、グーっていうか、揚げ物ほぼ。吉田さん、手の数ちん、今日は、松つのやの活動、松つのの活動、めっちゃ大好き。たかぴさん、フォローありがとう。おたまちゃん、初日は、現在、なんてなんて コトーさん、好きな食べ物何えっと、好きな食べ物、サーモンと、さっきの思い出したチーズハンバーグも大好きで。タオさん、集めて戻ってきました。めっちゃ嬉しい。めちゃくちゃ嬉しいです。ビギナーの洋長さんう、うなぎっぱいうなぎっぱい。VSOP、美味しいらしい。何それどんなん どんなんやろうおたまちゃん、また初日歌って、じゃあ、今から初日歌,歌っていいですかフォローありがとう藤,藤原、藤原かな藤原正夫さん、フォローありがとう。初日の、初日って歌が大好きで、AKB48 さんの。それで、あの、初日をオーディションで歌うことにして、歌詞が自分に超合ってるなと思って、初日を歌います、じゃあ。 コットさん歌最高嬉しい玉ちゃんありがとうこちらこそリクエストありがとうまだいっぱいいろんなリクエストもらってるんで練習中なんで「チさんフォローありがとう」何回も来てくれてありがとうよいしょ。 ヤオさん、私も初日大好きです。一緒や。スーパートライさん、こんにちは、こんにちは。水太郎さん、こんにちは、こんにちは。忙しいのね。次は忙しくなってる。初日。じゃあ今日は一発目初日。まあ、今日また歌うかもしれないんですけど。新しくもう一歩。 用意したので歌い,います。 マイク、聞こえてままましたなさん、んありがとうございいす。ちょっとギフトの方を読んでいきはじめましての方よかったらライバーテーマ旗マークからライバーテーマ読んでみてくださいアップルパイさん音符いっぱいミラーボールもありがとうゆうやさんめっちゃよかったよほんまめっちゃ嬉しいおたまちゃん流れ星ありがとうゆずたろさんタコ NMB たこありがとう。NMB たこ嬉しいです。アップルパイさん、ペンライトありがとう。フジポンさん、音符ありがとう。ナオミーさん、ハートありがとう。吉田さん、ちのかずさん、音符ありがとう。コットンさん、ハートありがとう。ナオミ,ーさ,んナーミーさん、ハートありがとう。全部読めてないかなナオミーさん、だるまもありがとう。えっ、ー、と、ちょっと、見ます。アップルパイさん、ミダーボールありがとう。 だまちゃん、流れ星いっぱいありがとう。花つさん、えっと、HP のハートありがとう。ここ、ここまでかなよいしょ。戻ります。チャオさん、めっちゃ良かったです。ま、たまたま来てて良かった。ほんまに嬉しい。こちらこそ、会えて嬉しいです。絶対、月生受かるんで、会いましょう。ひでゆきさん、こんにちは、こんにちは。 高さんおてんの初日早くみたい。ほんまに初日早く。初日、ね、n m b 4ドさんに入って、初日迎えたいです。花傷さん、うい、ん、ありがとう。脱力系デイジさん、初見です。はじめまして。よかったら、旗マークの、おてんちゃんって言います。旗マークのライバーテーマを見てほしくて、それで、あの、えっと、 ハッシュタグおてんちゃんで私の顔見れるのであのそれで見てみてくださったら嬉しいですサおさんえ絶対受かってほしいし受かったら会いに行きますほんまですかもう絶対絶対受かりますもう私 NMB48 さんも AKB48 さんもショールームやらせてもらってるのに両方落ちちゃってて3度目の正直やと思ってあのちょっと結構勇気いったんですけど挑戦したら 応援してくれる方いっぱいいてほんまにありがたいし嬉しいしパワーになってます今日は長い時間配信やるから皆さんゆっくり聞いたり楽しく楽しくが一番やと思うから楽しくしていてくださいねなんか長い時間やったらなんか盛り上がり指数みたいなのがあるからいいかなと思って。 それで長い時間やろうかなと思ってます初めましての方も初めましての方もありがとうございますよかったらあのライバーテーマハタマークからライバーテーマ見てみてくださいハッシュタグおてんちゃんで私の顔見れますハタマちゃんハートありがとうハートありがとう 平日は5時から10時アップルパイさん歌うまくなったねほんま嬉しい高 a h i r o さん10期研究生をおてんとして会おうねうん絶対10期研究生になりたいです10期研究生と10期とおてんってめっちゃおてんちゃんで10番で10期生ってなんか縁があると思ってます勝手に勝手に思ってますもうほんまにアイドルになりたい 気持ちは誰にも負けないのでマ、まあ、キッサンリボ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 ンあのアイドルになりたい気持ちは誰にも負けないですよしボライさんこんにちはこんにちはおたまちゃん妹ちゃんも頑張ってほしいねほんまに妹も受けれる年なんで受けてほしいです <laughs> かつひこさんフォローありがとうチャオさんめ,めげない気持ち偉すぎる 私もおてんちゃん見らなって人生頑張るいやそんなみんちゃおさんの力にちょっとでもなれたら嬉しいです。でも、皆さんの応援が逆におてんちゃんの力になってます。では、次45333こんにちは。こんにちは。おたまちゃんさん似てるの？めっちゃ似てるって言われてなんか？あの前中学妹中学生なんですけど、中学校に妹と行ったんですよ。そしたらその。 私の元学年主任の先生が取り掛か,かって「似てるなぁ」やっぱり似てるなぁって言われて横に並んだらいつも「似てるなぁ」って言われますロニー・アンガラさん初見ですはじめましてはるちゃんさん誰に似てるえっと妹です当たり前やけどあと NMB48 さんやったらあーやんさんに似てるって言ってもらえること多くてあの「ハッシュタグおてんちゃんで」で 私の顔見れるのとハタマークから「ライブーテーマ」を読んでくださったらその私の思いとか書いてるのでそれで見たら分かると思うのでよかったらいや全然似てるとかもうまあ、めしそうもないけどめっちゃ嬉しい嬉しいですアップルエッパイさん「あーいやん」は、まあ、強いし似てるめっちゃ嬉しいですおたまちゃんいいやんめっちゃ嬉しい はじめましての方も。かはよ、たかひろさん、ごめん、ちょっとお風呂入ってきます。わかった。じゃあ、たかひろさんの,あのリクエスト曲は後,後で歌いますね。後でか、明日でも。全然いつでも。お,おたまちゃんさん、顔面偏差値高いね。ええー。いやー、もう、そんなん言ってもらえたら嬉しいです。ゆうやさん、そういえば今回推薦コメントってなくなったのかなえ書けますか皆さん。推薦コメント。 描けるのかな、ま前回は描いてもらって、めっちゃ嬉しかったんですけど。鈴太郎さん、またね、またね。鶴吉さん、顔まじかわいい。ちゃおさん、ミいあいの山本すずちゃんにも出てます。すずちゃんに。元欅坂の渡辺梨香ちゃん出した感じ、めっちゃもう褒め、褒めすぎですよ。ええー、もう、みいあいの山本すず。さんもめっちゃ大好きです。チームじいおしさん、フォローありがとう。桜咲くさん、こんにちは。フォローめっちゃ嬉しいです。 よかったら、絶対十期生入るんで、もう気合がめっちゃあると思います。自分はやるきっと気合があると思います。よかったらフォローお願いします。やっぱライダーさんフォローありがとう。はるちゃん。なるほど、かわいい、嬉しい。えっと、ゆうやさん、昨日推薦コメント書こうと思ったら、見当たらなかったあ。書こうとしてくれたんよ。ありがとう。多分。じゃあ。 NMB48 の、えっと、10期生さんのオーディションは多分推薦コメントあかんのかなっぽいですね。みよみよさんこんにちはこんにちは。あかんっぽい。あかんのか。うーん。 なんて言のやろこれ、む、無ゼンさ産かなこんにちは、こんにちは。こんにちは。アプリファイさん、動画視聴のたびに出ます。ドロン、ドロン。北海さん、初見です。初めまして。おてんちゃんっていいます。あの、旗マークから、よかったら、 あのライバーテーマを見てほしいです。あと「あのハッシュタグおてんちゃん」で顔見れると思うんでよかったら見てみてください。マッチュさん初見です。初見じゃないんです。<laughs> よかったライバーテーマから見てみてください。なんか今日めっちゃ暑くないですかめっちゃ暑いので髪の毛袋。くなにわの商人さんこんにちは。こんにちは。めっちゃ暑い今日。 さっきもう一個の曲練習してた時は何やったかなあそうだあれだ春んさん STU483 期生は受けなかったのあの瀬戸内さんは私 AKB18 期生さんのオーディションとかぶってたんですよ多分それで両方受けてる子いたんですよ後から知って両方受けていいんやと思ってあのそんなんあかんやろと思ってたから 受けなかったんですけどあの a k b 1八期生さんのオーディション落ちた子が受かってる子何人もいましたねマッチさん今日熱めやな今日熱いあんな半袖で来てるジャミさんくくっても見れない大丈夫あの10期候補生だったら見れるよひよさんこんにちはこんにちはひよさん湿気多いから雪暑いのかもね。なるほどひでしおりさんチーム B まだ頼むあチーム B はして歌おうかな みみよみよさんおでんちゃんなんだねおでんちゃんかと思ってたそう9期吸気吸気性のオーディションって10番やってそれで今回も10番がいいと思ってたけど結構あの応募したのが遅めやったから遅い番号でしたエレさんオンパーリーガとう応募した順なのかその分からないんですけどねとか大阪が遅いのか今回は。 いや関東の方が遠いから早い順なのかとかいろいろあるチャオさんおてんちゃん用の X アカウント作りましたえめっちゃ嬉しいめっちゃ嬉しいですはるちゃんさん ST48 なら一番だったのた ST48 さんだからあの私知ってる子あの名前は言えないけど何人か受かりましたよ AKB48 の18期生の子から。 ST48 さん NJT48 さんも友達が勝ってアイドルになって何人もその知り合いがアイドルになっていくのを見て早くお手のワン来いって思ってます今回かなみたいな去年のお披露目の時は悔しすぎて泣いてあの全部見れなかったのでそのお披露目今やったら見れるんですけどねでも皆さんのツイートとか 元気しててるかかかなとかに、えっととにええ、っ鶴ささんんんんんおちちゃゃ田村どうういこですタミある意味すごいね知り合いがアイドルってそうどんどん知り合いがやっぱアイドル目指してる子と知り合うじゃないですかオーディションとかで。でオーディションではレ絶対連絡先とかを交換したらダメなんでしてないんですけどあの違うアイドルじゃない。 その子がアイドルになったんですよすごくないですか「なつきちゃん」「ごめんなさい」「トルキさん」「なつきちゃん」「ごめんなさい」「めっちゃ見ま見やるくて <laughs> 見間違えてました」「みょんみょんさんお疲れ様です」「お疲れ様です」なんか おーな、ふひとさん、初見です。初見です。はじめまして。あの、よかったら、旗マークから、あの、ライブはテーマ見てほしいのと、ハッシュタグおてんちゃんで、私の顔見れるので、よかったら見てみてください。はるちゃんさん、そうなんだ、連絡先無理なんだ。ほぼね、連絡先交換したらあかんって書いてでもね、してる子めっちゃおると思うけど、一応ちゃんと守ってます。サミさん。 だってもしどっちかが受かってどっちかが落ちたらもともと知ってる子やったら仕方ないけどいやそれってめっちゃ気まずい感じかしませんちゃみさんということはこの配信見てる中からもアイドルが生まれるかもねあ確かにほんまにそう妹もなってほしいですピースさんはじめましてはじめましてじゃないヒル・ショールさん声いいな声いいですか嬉しい鶴木さんいるよえ本当ですか え。めっちゃ嬉しい。見に来てくださってるんですか。めちゃくちゃ嬉しいです。おてんちゃんです。嬉しい。水太郎さん、初めまして、初めまして。初めましての方、よかったら。はたマークから。あの。 えっと、ライバーテーマが見れるんでそれを読んでくださったら長いんですけど読んでくださったら嬉しいのと「ハッシュタグおてんちゃんで」あの。ああののお願いしますえっとはるちゃんさんちなみに。 ギフち,ちゃん推しなんです三脚はではそうなんですかもしかしたら私が言ってる子がその子のどちらかかもなんですけど言えないんですけどねオーディション受けてた子の個人情報はみんな可愛いですよねさみさん妹ちゃんがアイドルになったらどっち応援しようかしらええー、それはええー、どっちもで鈴 <laughs> 木さん40ちゃん 40ちゃんも受かったこと仲良いしだよえそうなんですか連絡先交換基本ダメなんですけどねなんか元から知り合いやったとかかなゆいちさんこんにちはこんにちはサムさんこんにちはこんにちは山助さん「おんちゃん元気ですか元気やでえっオさんおでんちゃん何色が好きか教えてほしいですそれ背景色にしておでんの折りキャラアイコン作りますえほんまですかめっちゃ嬉しいえー、何色 えでも黄色でも黄色やったらどうですかね一応おてんちゃんマークがおでんと黄色ハートなんですけど鶴吉さん現場で友達になられたみたいオーディションでですかいいのかなじゃ連絡先交換ダメって言われましたけど現場どんな現場あるパンタさんこんにちはこんにちは。こんにちは シャオさん、黄色了解です。あおてんちゃんマークありがとうございます。めっちゃ嬉しい。めちゃくちゃ嬉しいです。めちゃくちゃ嬉しい。フィーさん、ライブはテーマ見たよ。応援しますね。めっちゃ嬉しい。ありがとう。 鈴木さんオーディション会場みたいあそれやったら多分あかんと思うけどいいオーディションもあるんかなえっとじさんこんにちはこんにちははるちゃんさん運気では一番人気はサッチでイフちゃんは4番くらいかなそうなんやじゃ結構 a k b 4時のあ,あんま言わほかいいか アップルパイさん、流れ星ありがとう。でもみんな可愛いですよね。<laughs> うん。星棒、ライさん、おてんちゃん NMB、ペンライト慣れたらペンライトから何にしたいええー、でもかぶったらダメですもんね。おでんの色とか。おでんの色、からしの黄色と、何やろう、何かな。白黄色と白と おでんの色鶴吉さん他のグループみんな受けてるからね安心してください私はここしか受けてないんで安心してくださいねアップルパイさん四国はアメでアメかえっと大阪はアメえっと雨じゃないと思います吉坊来さんおでんの色なんかおでんちゃんやからおでんにちょっとなぞらえておでんハートマークが あのおてんちゃんのファンマーグなんですけどえでも結構好きな色いろいろ可愛い色が好きで、まあ、パステルカラーとかもめっちゃ好きです「アップルパイさんお疲れありがとう」「アップルパイ」とかア「アップルパイ」じゃないあっじゃ間違えた「アップルパイ」さんって言うえっとペンライトはまあパステル系のカラーも好きやから水色とかも好きですし大好きですね まあ皆さん楽しみにしててくださいようんモノモノポンさんおてんちゃんマークにしましたありがとうめっちゃ嬉しいほんまやみやみやさんそうだねおでんにからしは欠かせないよねそうですよねでも私はまだちょっとしかつけないですけど 鶴吉さん顔文字かわいいよしぼれしさん楽しみにしてるねありがとう絶対絶対なるから楽しみにしててはるちゃんさん ST44 期生の募集あったら受ける絶対に合格なんだけどえっと MMB48 さんにもし受からなかったら受からなかったですけどねチャンスがある限りはですけどただ年齢制限的に多分もうこれで最後やと思いますどうですかね アップルパイさん、NMB のライバルはやっぱり坂道系なのかな公式的にはそうなのかな ?AKB48 さんのライバルがそうですもんね。鈴木さん、おてんちゃんめちゃくちゃ気合いすごいめっちゃ気合い気合いだけはある。かまかばーさん、おてんちゃんこんばんはこんばんは。きお兄さん、こんにちはこんにちは。よかったら初訪問の方、タマークからライバーテーマ見てみてください。ちゃオさん、え、こんな逸材のガスのもったいない。いやいや、でも。 ほんまにこの落ちてからの1年間はめっちゃ努力してきたからえっとほんまに最後,あの最後のチャンスと思って頑張ってます頑張りますあのダンスと歌やっててアイドルになるためには必要かなと思って習ってますバナネオさんこんにちは安尾さんこんにちは鶴木さん前より気合いすごいもうそやで あの今回が最後だと思ってるからめっちゃ気合いはありますもうオーディションを受けてる中の NMB オーディションを受けてる中の誰よりも NMB48 さんに入りたいって思いは強いですおとぴゃんさんはじめましてはじめましてよかったらライバーテーマ旗マークからライバーテーマ読んでみてくださいチャオさん えらい今日初めて見つけて過去のスクショ見たけどもうアイドルだろめっちゃ嬉しいほんまに頑張りますほんまに頑張ります鶴吉さん頑張ってねめっちゃ頑張るはるちゃんさ前は STU22 歳までとかだったんでそう二十歳までに変わったからもうほんまにアイドル NMB さん二22歳までなんですけどあのでももう1年経ったら多分私22歳なるんでもうこれが最後です絶対にもうだって 7890って結構頻繁にやってるじゃないですかで10期ちょっと空いちゃったんですけどトル吉さん変わったんだあ,あ変わっかえっと NMB さんは22歳なんですけどか他のコンボオーディション二十歳とか多いですよね AKB も19歳で私山助さんおてんちゃん楽しんでねありがとうこちらこそ皆さん楽しんでくれた嬉しいですカルトカルチョ さんフォローありがとう。バンビーナのさんフォローありがとう。鶴吉さんシンシンはいきなり方シンシンさんいきなり方すごい。 はるちゃん,さん多分今年の12月頃あるんじゃないっていうえそんな情報を何で知ってるんですかすごいな鳥キさんしかも受かってからあの調子そうあの雑誌見てたらシンシンさんいてあモデルさんもモデルさんもやってるんやと思ってなんかモデルとかもモデルっていうか雑誌とかめっちゃ好きでその。 専属モデルさんなのかなやってるからすごいと思って鶴吉さん渋谷渚さんはハリセンしてよかったそうハリセンとかそんなんもうすごすぎてやばいですうーちゃんさんこんばんは遊びに来たよいらっしゃいはじめましてかなよかったらライブはテーマ読んで「ハッシュタグおてんちゃん」見てみてください水野姉さんこんにちはこんにちは鶴吉さん汗 <laughs> まあでもなんか人と違うことしないとダメなんですかねやっぱりうん <laughs> それは思いますねうん <laughs> 剣さん確かになそうやんなはるちゃんさんフォローありがとううーちゃんさんナイス y ゥーミー c e t ナイス e ゥーミー too. うーちゃんと申しますよろしくおてんちゃんこちらこそうーちゃんよろしく <laughs> 鶴吉さんすごい度胸もうオーディション何回落ちてきたかっていう感じぐらい落ちてきててなんかあーちゃん私の話じゃないかだからその渋谷渚さんとか <laughs> すごいなんかすごいですよね度胸あるえ度胸はでも度胸は 渋谷のさ,さんみたいなハリセンハリセンはちょっとできる自信ないですけどないなはるちゃんハートありがとう初訪問の方よかったら「ハシュタグおてんちゃんで私のこと見れるので検索してみてください」過去のショールームがの方がをめっちゃ載せてくれてます うん。鶴吉さん。確か、バレエだけど、バレエ ?350cc さん、こんにちは、こんにちは、今日もありがとう。えっと。鶴吉さん、おてんちゃん、ツイートしてたから、ストイートから頑張って、えありがとう。うしい。メモっとこう。 めっちゃ嬉しあとで配信終わったら見ますねツイートとかめっちゃめっちゃ見ててめっちゃ嬉しいです 350cc さん NMB とかありがとう NMB とこの投げてくれた人数が重要らしいので理由らしいですだから嬉しいですトゥルキスタン家電も一応見てるあのその結構「おてんちゃん」ってつけてくれたりしたら見てますと。 シャオさん今度よかったらチーム8の47の素敵な街へ歌ってほしいですああの今リクエストもあっててあの去年も歌ったんですけど今もう一回練習しててもちろんですあのじゃあ歌いますねあの練習してパンデクラフさんこんにちはこんにちは吉田さんちの風さん NMB とかありがとう鶴吉さん他の子もしたけどね汗 <laughs> まあおてんちゃんを おんんちゃんを応援してくれるだけでも嬉しいけどおてんちゃんをいっぱい応援してくれたらもっと嬉しいですなんかじゃああの今ちょっとふっちゃんさんフォローありがとう今からちょっと歌おうかななんかねリクエストをもらってたんですけどっちさん今2桁視聴あ2桁視聴そっか3桁 視聴してくれてたら歌おうかなと思ったけどあとでにしようかなじゃあやっぱ顔出ししてない分そういうそこが不利かなって感じですよねじゃあさ NMB タコが大事了解でそうなんですよ NMB タコの数じゃなくて投げてくれた人数が大事なんですよあのなんて言うやろ一人一個 の反映があってらしくて、だからその投げてくれた数が大事っていう感じ。ですトルケチさん百人は百人はね、三桁はな難しいかな。マンニさんこんにちはこんにちは。こんにちは アップルパイさん、一旦末に一つのヒョウ柄タコだよね。そう、あの、SMS 認証っていうのを絶対してもらって、一旦末に一つのヒョウ柄タコが反映されるんで、あの、よかったら、そうですね。あ、や。うん、それで、嬉しいですね。チャオさん、そうなんや。一人がいっぱいじゃなくて、何人も投げるのが大事なんで、そうなんです。だから、何人もの人が投げてくれたら反映されて、 それで最終審査権が獲得できるっていう感じです。さんん友達呼でできまますすすめっちゃ嬉しいいありがとうございますみやみやさん「なぎちゃんも泣きながら頑張ってるのよく見たよ受かっても負けないでねはいはい受,受かってもアイドルになってからが始まりスタートやと思ってるんでもうどんなどんな悔しいことあってももう絶対折れずに頑張ります」。 やっぱりなんかあの何て言うんだろうアイドルになりたすぎてもうバスケ部を辞めた大好きなバスケを辞めたんですよ高校の時に。でダンス部に入ってっていうぐらいアイドルになるためにそのまあダンス大好きなんですけどでもバスケするためにバスケ強い高校に行って。 あのだけどバスケやめてそれもアイドルになりたいからやめるってちゃんと言ってやめてなんか今も慣れてないんですまだ慣れてなくてなんかその子たちがどう思ってるか分からんけどでも出たようになって慣れたよっていうことを伝えたいです今回こそなんかおてんちゃんの方からでは視聴人数が どうやって見るんかな視聴人数が難しくて見,る見方がどうやって見るんやろ視聴人数が見方がわからないまあこの時間やからかなどんどんずっと続けていきます背景画像これでいいかな前よりはこっちの方がいいですか なんかポニーテールしてる子とか下で一つぐくりしてる子とかもあののプロ,、えっと、プロフィール画像みたいなもあったけどワイキオさん遊びに来たいわワイキオさん来てくれて嬉しいです今日もありがとうございますミオミオさん根性があっていいねオーエスをめっちゃもうもう三三度目の正直やし最後のチャンスやからなんかこれで皆さんとなんか 前回も絶対会いましょうねって言って会えたけど前回はオーディションが開催されたから次オーディション開催されても私受けれないんですよだからよかったら絶対絶対合格するんで応援してくださいもう最後やからこれでオーディション受けるのもきっと年齢的に。 ゆうさんなれるよう嬉しいようちゃんさんフォローありがとう絶対なれるように頑張る頑張りますどうやって見るんやろその視聴人数の見方がわからんくってりしさん NMB とこありがとう初訪問の方よかったらあの えっとはた、えっと、からライバーテーマを見てくださったら嬉しいです初詣の方はじめましてよかったらライバーテーマを見てくださったら嬉しいです野良 <laughs> つんくんさんこんにちはこんにちははじめましてよかったらライバーテーマ お,お願いしますチャさんもう人数は見れないと思うよ盛り上がり指数だからなるほどなるほど盛り上がり指数でもどんどん上がってきててめっちゃ嬉しいラジ,オラジオ配信やのにいろんな人見に来てくれるのは皆さんの盛り上がり指数の高めのおかげですうん30分たったから。

はじめまして ありがとうございますありがとうございます楽しい歌うの浅和さんこんにちはこんにちはおだまちゃん流れ星ありがとうポジポンさん音,音符ありがとうアプリパイさん音符ありがとうナオミさんハートありがとうタルマもありがとう ちょっとなんか聞こえにくいか,かったかなちょっと変えてみますね。 ちょっと、もう一回とおかな,なんかマイクがなんか1回目の方が良かった気がするダンス遊びに来たよありがとうこんばんわんこそばんそこはじめましての方よかったらあのあれ見てくださいあのおたまちゃんマイク聞こえにくい,い,や,いやねちょっともう一回やってみるんでどうかちょっと見てもらえますか どうですか聞こえますかあこれやったら聞こえてるどうですか今のチャおさん聞こえるよあじゃあこれで。 これでいきますね。ちょっともう一回確認で歌えます。違う曲にします。よいしょ。声が良くなった。やった。 ピーポー。 ありがとうございます。聞こえにくいですか？やっぱりちょっとさなんか初日の時めっちゃ聞こえやすい。自分でも思ったんですけど、なんかちょっと変わっちゃったのかな。後で設定変えてみます。ありがとうございます。ありがとう。おねむいさんハートありがとう。南美さんアンプありがとう。 たまちゃん、流れ星ありがとう。あげおっさん、流れ星ありがとう。たまちゃん、ミラーボールありがとう。皆さん、ありがとうございます。と、コメントに戻ります。たまちゃんさ、少し遠いね。初日の時はどうやった初日の時はそんなことなかった 初日の時も遠かった一回目の時はそんなことないかなと思ったけどちょっとあの音量上げれるか見てみますオンベリさんこんばんはこんばんは はじめましての方はじめましてはじめましての方よかったらあのはたからえっとライバーテーマ見てくださったら嬉しいですライバーテーマに私の思いとか結構書いてたりするので「ハッシュタグおてんちゃんで私の顔見れるのでよく気になって 気になってくれた方はよかったら見てみてくださいプよパイさん今日は何時までするのえっとなんか盛り上がり指数が大事かなと思ってて10時までできたらしたいけどどっかで休,休憩入れるかっていうのは迷ってて皆さんだから休憩してくださいねぜひぜひっていうかしんどくない程度に聞いてください。 しんどくない程度に。たかひろさん、お顔めっちゃ気になります。お顔、ハッシュタグ、おてんちゃんで、見れます。あと、じゅき、こう、高校生に絶対なるから、絶対見れます。みょみょさん,ちゃん、おてんちゃん、頑張ってね。ありがとう。おたまちゃん、一旦業務に戻ります。業務、頑張れ。ファイト。うちは、りふきーさん、こんばんは、こんばんは。パンダさん、こんばんは。はとかちゃん、おたまちゃん、お疲れ様です。はとかちゃんも、お疲れ様ありがとう。 タマちゃんファイトありがとう。ひろさんお手も休憩挟んでよありがとう。じゃあどっかで挟もうかなじゃあ半分ぐらいかなえっとだから5時間あるから2時間して2時間半とかあ違ゃあうゃ1時間半してちょ30分休んでとかかな。こんばんわんそう、こ。 さんた,たまには休憩必要だねえじゃあどっかでどっかで休憩しようかなそうそう高弘さんそうそうまだ先あるから確かにじゃあうん6時半で一旦休憩しますじゃあ確かにでその後高弘さんのリクエスト曲を歌おうかなその6時半の休憩の後にもう一回練習しようじゃあ <laughs> さんゆっ,ゆっくり休みながらやってね皆さん優しいありがとうございます優しいじゃあ8時半から10時の枠って言ってたけどどうしようかなえっと7時半からかもしれないって思っといてください7時半か8時か8時半か分からなくてあ19時半か20時半 が二重字のどっからかやります。マラセさんだるまありがとう。絶対 NMB 放題と受験研究生になります。高平さん了解です。ありがとう。アップルパイさん候補生みんなどうどうじゃないか心配だ。でも全然あの配信終わってからすぐすぐにオーディションじゃったんじゃない,ないですか去年は去年去年か。 だけど今年は違うから大丈夫ですよ。エビオンさんこんばん。こん、え、こんばんは。エビオンさんこんばんは。ピースさん、今回は時間制限なし。時間制限ない。そうそう。時間制限ないねさサニー <laughs> ハイランドさんこんばんは。こんばんは。ピヨコさん、とりあえず。 星投げしましたよまた夜来るねありがとうありがとう七時か六時半まで帰りますねありがとう皆さんこんばんはみょんまんさん劇場でおてんちゃんって叫びたいなめっちゃ嬉しいおてんちゃんも劇場公演に立ちたいです かひろさん、AKB の時は前日体調崩して心配して覚えてくれてますかそう前日配信まあ配信結果であの最終審査にじゃあゆ審査に行けるかがかかってたんで AKB の時はほんまにそれで皆さんもしんどいどいもされちゃったなと思うから今回は体調崩さないように来ましたあとプレッシャーもあったのかな。ハニーハルドさん、レインボースターありがとう 列車もあって、ちょっと。ホッとして、その、なんていうか、出ちゃ、熱出ちゃったのかなって思ったり。したり。しました。サニーハイムさん、遅くてごめん、仕事中です。写真可愛い,い、写真変えてみた。 「#おてんちゃんで」でおてんちゃんの顔が見れるので気になった方は見てみてくださいとえっと旗マークからえっとライバーテーマーがあるのでよかったら見てきてくださいフィースさんまさにえエエンプレでシャあそうまさにそうアップルパイさん過去の写真で可愛いのに今はどうなってるのよ5キロ痩せたからもっと可愛くなってるかな <laughs> 45キロダンスでねダンスを本気で初めて落ちてから立ち直ってからですけどねめちゃくちゃ筋肉もついたけど、まあ、まだプランクがあんまりできないからないけどで髪の毛が伸びましたえっと結構ロングです結構ロングかなツインテールしたらだから結構えっと「チョンさん5キロなんて本当にすごい私も痩せよ」と。 いやいや、ダンスし、ダンス運動したらなんか自然と、自然と痩せられました。たかひろさん、え、さらに可愛くなってるの。え、痩せたら可愛くなるってなんか言いませんなんか、言うから、あとはまあ、メイクとかもめっちゃ研究してて、それこそ、あかにんさんの YouTube とか見たり、さっしーさんとか、あの、ゆきりんさんとか、いろんな人,人の YouTube 見たり、 研究ししててたりして髪の毛が伸びた後は。けは「けんさんフォローありがとうみょんみょんさん AKB の時のテンちゃん見て見てくれためっちゃ嬉しい」「フォロー嬉しいですよかったらフォローしてください」「めっちゃ嬉しい」「さおさんメイクはほんまわかる」「えらいよ」そうなんかなんていうか自分に合ったのをするのが一番やなと思ってて。 なんか AKB の時とかは全然なんかやり方とかほんまに分かってなくて分かってなかったなって思って勉強それもアイドルって自己プロデュースも大事じゃないですかだからあのそれも考えてこの1年過ごしてましたあまあダンスと歌が一番かなあかさんこれは絶対お部屋の時見ないとで,でも今日めっちゃ食べちゃって。 お披露目の時までに戻っぷくぷくってしたお,お店長に戻ってるかもしれない <laughs> え。えムあきらさん NMB とかありがとう。 さん頑張ってねありがとうチャオさんおてんちゃん過去のスクショしか見たことないけどめっちゃ可愛いよ嬉しいそっからどうかなでもでもメイクとかも研究しつつ自己プロデュース力を上げていきたいと思いますめっちゃ嬉しい はじめまして、おてんちゃんです。はじめまして。先カラオケのとと、遠かったかな。カラオケのと先遠かったかな。 なんか、1回目はうまくいった「遅刻後クラークマさん18期の追加王」でってあのラストチャレンジの結果かなそう全員誰も分からなくてほんまに悔しかったですねまあでも確かにそれはまあ審査員さんが決めることやからあれやけど貴寛さん少し遠かった気がするよななんでだろうりゅうみさん頑張ってねありがとう で遠かったんだろう。と一回目の時は遠遠くない気がするんですけどね。ウィーンさん初見です初めまして。スーパーサブフォーティエイトさん初見です初めまして。よかったら旗マークからライブアテーマ長いんですけど読んでほしいのとあとハッシュタグおてんちゃんで私のこと上げてくださってる方がいるのでよかったら見てみてください。 M アキラさんおてんちゃんの頑張りが報われますようにめっちゃ嬉しいありがとうほんまになんて言うんやろ NMB48 さんに入,入ったのであのあじゃあ入ったのではない入,入,り入,入りたいので絶対頑張ります 2時間2時間しようかなじゃ6時7時までと皆さんどんな感じがいいですかねえっと今の今って欲しいって言わへんのかな欲しいを欲しいもありがとうございますいっぱいひろさんお天が10期生にならんと誰がなるねんって気がしますほんまに嬉しいですでもほんまにそのつもりで あの私を撮って私を見てっていう感じで審査員の人にはアピールできたらいいなと思ってます私を見て私を私を入れたらめっちゃ頑張るしもうめっちゃいろんなこと何でも頑張るからってもしアイ,ドルをアイドルとして皆さんをだって。 そのアイドルになってからもう応援してくれるって言ってくれるさってる方がこんなにたくさんいるからなんかそれも武器なんじゃないかなと思ってその運営さえのアピールっていうかにもなるんじゃないかなと思ってまあショールーム審査が全てじゃないけどこうやって応援してくだされる方がいっぱいいるっていうのもアピールにできるんじゃないかなって思ってます。とかかちゃんだからそれも 待ってくださってる方がいるので、絶対になりたいですって言おうかなって思ってます。とかちゃん、いや、ほんまに、十期生になってほしい。頑張る、ほんまに頑張るよ。ほんまになりたい。なりたいっていうか、もうなる。十期生になる。もしかしたら、おてんちゃんって名前。と、十期生は縁があるんじゃないかって、何回も話してるけど。思ってます。 もしかしかたらかひろさんそうそう名前見つけてこんなにも皆さん集まったんだよすごいそうほんまに感動しててなんかほんまに正直おてんちゃんっていうのを前日まで迷ってたんですよなんか私前も落ちてなんか勝手に申し訳ないって気持ちと気持ちとか。 あんなに応援してくださったのに慣れなかった悔しい気持ちとかあったりうんまあ恥ずかしい気持ちとかもあったりしてめっちゃ複雑やってやけど「おてんちゃん10期生で待ってる」とか「元気してるかな」とか「おてんちゃんチャンス来るよ」って他のオーディション教えてくれたりとか全部見ててやっぱり待ってくれてる方がいるんやってことを知って。 それでやっぱり言うっていうことを決めました。テオさん絶対になります私の長浜ネるちゃん以来の瞳惚れだから絶対いけるめっちゃ嬉しいほんまに嬉しいですほんまに今日配信してよかったね見つけてくださってジコカラシさん NMB たこありがとう NMB たこのに投げる人数も重要らしいです。 結構今上位なんですよ。ただ、セみさん声でバレますけどね、やっぱバレてたかな <laughs> バレてたかなこれ特徴的ですかねバレてたかな <laughs> やっぱりバレてたかななんかね、 滅滅のキキクロカミ少女よをリクエストしてくださった方がいるんですけどせつらさんあの今いない今いないですかね高弘さんバレバレですバレるかちゃみさんバレる前にこっちがバレたけどねそう私が気づいて私はもうおてんちゃんって言,っちゃ言う言って決めたんで前日に。 嬉しいですはとかちゃん声がいいね癒される嬉しいですリーダーさんこんばんはこんばんは <laughs> アップルバイさん氷柄のタコって冷静に見ると怖いなえ怖い 怖いかなえでもヒョウ柄のとこ NMB48 さんっぽいヒョウ柄といえばみたいなヒョウ柄の48グループといえばみたいなとこあるから。 初めましての方よかったら旗マークからライバーテーマー見てみてくださいキットさんこんばんはこんばんは皆さんありがとうありがとう皆さん初めましての方も初めましての方も来てくれてありがとう 恋愛小説家さんこんばんはこんばんは来てくれてありがとう43いっぱいえほんまめっちゃ嬉しいなんかあのじめましての方よかったら旗マークから「ライバーテーマ」っていうのを読んでほしくて「ハッシュタグおてんちゃんであのえっと見れるのでえっと私の顔よかったら見てくださいきっとさんえっと あ、タコネームビータコありがとうちいさんいっぱいきとさん画面変わってそう画面画面変えた画面変えた。画面変えた とかちゃんセーラー服ねそうテイラー服にしてみたですセーラー服チャオさんエムビとこありがとうマーボーさんこんばんはこんばんはキットさんこっちの方がかわい,いえほんまじゃあこっちにします なんかいろんなやつにおすすめから帰れていいけどこっちにしてみましたやった貴寛さんずっと画面の女の子見てますこれがおてんちゃんやと思って見てみてください いやこの配信は7時までにしようかな。あかな、はなさん、頑張ってください。ありがとうございます。めっちゃ頑張ります。めっちゃ頑張る。めっちゃ頑張ります。 頑張ろう今回でお金のように初めましての方よかったらハタマクからライバーテーマー見てみてくださいタオさんショールーム慣れてなくてタコを投げるまで時間かかってごめんねんやめっちゃ嬉しいですめっちゃありがとうございますうん、まに今日5時から配信してて良かったです いろんな見つけてもらえて。めっちゃ嬉しい。うん、オさん、たまたま見つけられてよかったよ。いや、ほんまに。そういう。たまたま上に、皆さんが上にして。 くれるからですその表示を上にしてくれるからこんな感じで高広さん私もたこなぎをありがとうミサさんこんばんはこんばんは初めましての方よかったらあのハタマークからライブテーマを見てみてください サイバーテーマ。スタッコおてんちゃんで検索、ヘックスで検索してみてください。 皆さん今日もお仕事、学校お疲れ様ですおてんちゃんも今日は課題さっきは課題と歌の練習してましたもう3回生だから全部の日が大学じゃないんですけど明日は明日から大学なので大学に明日から行きます 高博さんおてんの気持ちめっちゃ伝わってるよめっちゃ嬉しいもうやっぱりほんまに3回目で勇気出なかったけどおてんちゃんってまあバレてたかもしらんけど声でちゃんと言ってよかったです。 ちゃんおてんんちゃん毎日お疲れ様ですいや皆さんも毎日見に来てくださってありがとうございますありがとうあペンライト みよみよさんペンライトありがとう。まふみさんこんばんは。こんばんは。この配信は一旦七時までして。そこから八時か、八時半か、七時半からしますね。初めましての方よかったら、ライブテーマ見てみてください。 たかしさん、こんばんは、こんばん、たかしさん、こんばんは。こんばんは。んんんはじめましての方。じめまして。こんばんは。 初めましての方良かったらライバーテーマー見てみてくださいマイアドさっきからマイクの調整が1回目良かったけどうーんーって感じでちょっといろいろ調整してみます 皆さん n m b とかありがとう。M あきらさん合格した後のお礼配信で。 ペンライトカラーをみんなで一緒に決めたいね。めっちゃいいですね、それ。めっちゃいい。あ、そっか、お礼配信もあるから、お礼配信でじゃあ再開できますね。やったーやったーって言ってまだ受かってないけど、ほんまに全力で3次審査と進進む、3次審査進んで、最終、セレクション、頑張ります。キトさん何色が好きえっと、まあ、 黄色も好きやしそのおてんちゃんのマークの黄色も好きやしあとえっとあとはパステルカラー水色とかピン薄ピンクとかそういうパステル系の白とかも好きですにゃんにゃんさんこんばんありがとうはくんさんこんばんはこんばんは こんばんばはじめましての方よかったらライブはテーマー読んでみてください。皆さん、ちゃんとお昼も夜も食べましたひトさん、ハートありがとう。 の方よかったらライブテーマー見てみてください。とコメントくれたら嬉しいです。アップルパイさん、本当ありがとう。どうしたらいいのかちょっと試行錯誤でやってみます。 あけさん初見ですあけさんフォローあ、ね、フォローしてくれた嬉しいです初めましてよかったらダイバーテーマー読んでくださった嬉しいですたやみつさんフォローありがとう嬉しいです かひろさん夜ご飯食べてくる後半また来るねおてんもしっかり休憩屋さんでねありがとう夜ご飯いっぱいちゃんと食べてきてねまたあの歌おうと思ってるので待ってますどうしようかな今一回カラオケしてじゃあカラオケしたら休憩しようかなきっとさんおてんちゃんは今日何してたの今日は 今日はあの大学なかったので課題してあとリクエストもらってる歌を練習したりしてました結構大学の課題なんか結構ためがちででもちゃんとやりました皆さんは今日お仕事かなお仕事とか学校とかお疲れ様で何してましたとさん偉いな 嬉しい。頑張って。ちゃんと忘れないように。だって期日とか過ぎたらあかんからギリギリなんですけどやりました。ヒットさん普通に仕事をしてました。みんな、キットさんもお仕事お疲れ様 こんばんはこんばんばはキトさんありがとう優しいねいや皆さんの方が優しいですめっちゃ気遣ってくれてじゃあカラオケ一回してえっと休憩します あれ練習してた歌がなかった。かん、ね、練習してた歌がなかったよ。じゃあこれにしよう今日歌ってないから。 してた歌がなかった顔出しなしのハンデがなそうそう。 わけじゃなく「バスケの練習で遅れてしまったんだ彼女を待たせてる

あごめんなさい、マイク。なんか、間違えて、今めっちゃありがとうって言ってたっけど、もう一回言います、ごめんなさい。アップルパイさん、音符ありがとう。マイケオさん、流れ星ありがとう。フジポンさん、音符ありがとう。キットさん、ペンライトありがとう。 とかちゃんの流れ星ありがとうエンメアキラさん音符ありがとう見えたかなよいしょミキミキさんこんばんはこんばんは今聞こえますか聞こえてるかな今聞こえてるかな あよかったキットさん教えてくれてありがとうじゃあ次の配信は8時半か8時のどっちかで通知いくようにしますねよかった大丈夫だとよかったはじめましての方よかったらハタタマークからあのライバーテーマーを読ん,んでくれたらくださったらめっちゃ嬉しいです 日向の海賊さんこんばんはこんばんは華やかな自転車ちゃん初見です初めましてのやさんこんばんはあの初見の方よかったら旗マークからライバーテーマー見てハッシュタグおてんちゃんで検索してみてくださったら嬉しいですひろのさんこんばんはムムさんフォローありがとう。 よかったらライバーテーマを見てくださったらめっちゃ嬉しいですえー、練習してた曲ないこと多いからちゃんと見てから歌わないとですね <laughs> アップルパイさんいいえ何が声か聞こえてるってことかなじゃあ13位から発表しますね皆さんよかったら はじめましての方ライブーテーマ見てみてくださいはとかちゃんそきんさまおてんちゃん見れますハッシュタグおてんちゃんで見れるんで見てみてください見てみてくださいねはじめましての方お願いしますじゃあいきます13位 KK さん、KK さんありがとう。絶対 NMB48 なれるように頑張ります。12位、モノポンさん、モノポンさんも応援いっぱいありがとう。テンちゃんマークも嬉しいです。頑張ります。11位、ユウヤさん、ユウヤさんもいっぱい応援してくれてありがとう。絶対、中期生になります。10位、タオさん、タオさん、 見つけてくれてありがとう絶対あの 10, 期生10期生になってみなさんともサオさんとも会えるように絶対頑張ります10位みよみよさんみよみよさんもいっぱい応援ありがとう絶対受験生になるから待ててください8位なおみさん,ーーさんいっぱい応援ありがとうもう全力で3人さんも頑張ってくるんで あの待っててくださいね7位キットさんキッドさん,ドさんいっぱい応援してくれてありがとう絶対3度目の正直で受かるんであの頑張りますね5位フジポンさんフジポンさんいっぱい応援してくれてありがとうもうめっちゃ頑張りますね絶対犠牲になります 4位、YKO さん。YKO さんもいっぱい流れ星とか応援いっぱいありがとうございます。絶対、10期生になって会いましょうね。3位、M ・ a k i さん。木村あ a k さん、いっぱい応援してくださってありがとうございます。絶対に10期研究生になってアイドルになる夢を叶えるんで、えっと、あと29日まで応援お願いします。2位、 サニーハイランドさんもツイートしてくださったりタコの,のこととかもツイートしてくださったりありがとうございます絶対あの絶対最終審査行って絶対候補生に絶研究生になります1位アップルパイさんアップルパイさんもいっぱい応援ありがとうございます絶対にえっと絶対絶研究生になります ありがとう。皆さんありがとうございます。かもねぎさん、こんばんは。チャオさん、おてんちゃん、ありがとう。受かったら会いに行くね。会いに、もう絶対来てください。もう絶対会いましょう。めっちゃ嬉しいです。チャオさん、ハートありがとう。おっとかさん、こんばんは、こんばんは。かもねぎさん、おてんちゃん、休憩の時受けてた、受けてた。受けてたよ。嬉しい。また見つけてくれたのかな。えっと、旗マークで。 ハタマークからライバーテーマっていうのを見てそっからあの「ハッシュタグおてんちゃんでそのいろんなじあのこういう子ってラジオ体配信になってます」っていうの載ってるからぜひ見てくださいえ嬉うれしい受けてたよ受けてたおてんちゃんだよ,よしとさんこんばんはこんばんは7時になったら切りますねキよぴーさん配信お疲れ様でした次の枠でお願いしますお願いします カモネギさん見つけましためっちゃ嬉しいうわ再会できてめっちゃ嬉しいです一応18期生のオーディションも受けてたんですけどその AKB の NMB は再チャレンジってことでもうめっちゃ気合い入ってるんでよかったらまたフォローして応援してくださったら嬉しいですめちゃくちゃもう絶対なるんで頑張ります カモネギさん頑張ってねありがとうもう次こそは絶対受かります頑張るカモネギさん待ってるよめっちゃ嬉しい頑張りますねはじめましての方よかったらあの旗マークからダイバーテーマを読んでくださったら嬉しいです「ハッシュタグおてんちゃんでちょっとでも気になった方はあの顔が見れるので見てみてください」 次の枠は8時か8時半からかどっちかしますえっと10時までやるのでもしもし来れる人はあの機嫌に来てくださいアップルパイさんお疲れ様だよありがとう嬉しいありがとう さかちゃん、ちょっと休憩する。ありがとう。休憩します。ちゃおさん、お疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとう、ちゃおさん。今から、あの、X 見ますね。七時になったら、切ります。ありがとう、皆さん。応援ありがとうございます。 ありがとう。また次会いましょう。チャオさんもハートありがとう。アップルパイさん、音符ありがとう。ありがとう。また後でね、お水飲んでお水飲む。ありがとう。じゃあね。またね、バイバイ。ありがとう。バイバーイ。またね。